ヘルマン・カールステンヘルマン・カールステンは、ドイツの植物学者、地質学者である。ドイツ北部のシュトラールズントで生まれた。多くの学者を輩出した家系で、祖父は農業科学者のローレンツ・カールステンであり、いとこに同名の鉱物学者、ヘルマン・カールステンと物理学者のグスタフ・カールステンが、いる。ロストック大学、ベルリン大学で学び、 1843年から1847年までと、1848年から1856年の間、ベネズエラ、ヌエバグラナダ、エクアドル、コロンビアで研究し、その後、ベルリン大学で植物学の非常勤教授となり、1868年からウィーン大学の植物学教授を務めた。その後、スイスやベルリンで暮らし、ベルリンに、 植物生理学研究所を設立した。主に熱帯植物の植物解剖学の分野で働き、著書に植物細胞の科学などがある。H カーストは植物の学名で命名者を示す場合にヘルマンカールステンを示すのに使われる。ありがとうございます。